芋がは、1916年9月1日の新小説に発表された、芥川龍之介の短編小説である。宇治周囲物語の一話に題材を取り、花と並ぶ古典本案物の一つと位置づけられる。時代は、平安時代の元行家、任何年間の頃。主人公の五位は、摂政、藤原元常の役所に勤務する、風災の上がらない40歳過ぎの小役人である。 彼は才覚もなければ見た目も貧相で、日頃同僚からも馬鹿にされ、道で遊ぶ子供に罵しられても笑ってごまかす、情けない日常を送っている。しかし、そんな彼にもある夢があった。それは芋がゆを、いつか飽きるほど食べたいというものだった。ある集まりの際にふとつぶやいた、その望みを耳にした、藤原敏人が、ならば私が、飽きるほどご馳走しましょう。 北陸の私の領地においでなされと申し出る。五位は戸惑いながらその申し出に応じ、彼に連れられて、領地の鶴賀に出向く。しかし、年人の館で用意された、大鍋に一杯の大量の芋灰を実際に目にして、五位は、なぜか食欲が失せてしまうのであった。この短編は、今若物語集の巻十六代十七は、年人の将軍若き時計より鶴賀に五位を、 小で生きたる語を下敷きにしている。原点は実在の人物である藤原敏人の牽制を見せつけるエピソードに重点が置かれており、恋の精神的自由の近代的解釈を序述の中心とする本作とは大きく異なる。また、うだつの上がらない小役人である主人公の描写がニコライゴーゴリの1842年の作品。 街頭の記述の一部と告示しているとの指摘もある。1959年5月28日、日本テレビ系列の木曜20時30分21時30分で放送された。芥川龍之介シリーズの第5作にして最終作、そして日産自動車一社提供ドラマーク、日産劇場の第1作である。龍之介の三男、芥川康氏が音楽を担当した。 1962年11月25日、NHK 総合テレビの子供名作座で放送された。宮坂悟、芥川龍之介全集年貢24巻岩波、書店2008年12月9日、164ページ。定位の異界の一つであり、主人公の名前は明らかにされない。侍階級だが本作品では、平安時代、 有力貴族に仕える官人のことであり、武士の意味合いはない。山芋を甘面の汁で煮た粥である街灯と、芋粥芋粥。テレビドラマデータベース。2019年4月18日閲覧。ありがとうございます。